お出かけガイド、県近代美術館、生誕100周年記念、中原潤一展、暮らしを楽しく、美しく、7月18日金曜まで、どんな状況でも美しく生きることの大切さを多くの人に伝えようと、戦後、それゆう、ひまわりなどの雑誌を次々と送り出した中原潤一。 1913年から83年。本店では、雑誌の原画、人形、付録、348件を通して、現在も色あせることのないその魅力に迫ります。水戸市千葉町東久保666-1。電話029-243-5111。ファクス9992。入館料、一般980円。 高校生、大学生、720円。小中学生、360円。県天津記念、伊ずら美術館。所蔵品展、最高100年記念、日本美術院の画家たち。7月27日日曜まで。本年は、日本美術院の最高から100年という記念の年です。 横山大観から平山育夫まで最高飲店を舞台に活躍した巨匠たちの作品21点を紹介します。北茨城市大津町椿2083電話029346-5311ファクス5711入館料一般190円高校生大学生110円小中学生 80円県陶芸美術館企画展いとしのマイセン7月13日日曜まで19世紀のマイセン人形とディナーセット97点を展示し優雅で愛らしい世界を紹介します当館コレクション新収蔵品展9月28日日曜まで 25年度に新たに当館のコレクションに加わった人間国宝前田明弘の白字面取り壺をはじめとする作品19点を紹介します。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内電話029670-0011ファクス0012入館料一般720円 高校生大学生510円小中学生260円県立歴史館テーマ展茨城スポーツ物語7月15日火曜から8月31日日曜本県はスポーツが盛んで世界的なアスリートを輩出してきました本店では東京オリンピックから50年 茨城国体から40年を記念して、本県のスポーツの歩みを紹介します。水戸市緑町2-1-15、電話029-225-4425、ファクス2 2 8 4 2 7 7入館料、一般150円、大学生80円、高校生以下無料、県自然博物館、 開館20周年記念企画展新茨城不時人と自然の物語7月12日土曜から11月24日月曜人々は自然から様々な恵みを享受して産業を発達させまた多くの伝承や祭りなどの文化を育んできました開館20周年にあたり本企画展では 人々の暮らしとの関わりを中心に魅力ある本県の自然を紹介します。坂東市大崎700電話0 2 9 7 3 8 2 0 0 0ファクス1 9 9 9入館料一般740円高校生大学生450円小中学生140円 県筑波美術館歌詞ギャラリーによる展覧会を開催古典やグループ展第2回土曜講座生誕100周年記念中原淳一展にちなんで7月5日土曜13時30分から講師稲葉睦子県近代美術館主任学芸員筑波市あずま2の8 電話0 2 9 8 5 6 3 7 1 1 f クス3 3 5 8入館料無料県立図書館ライブラリーシアター7月26日土曜13時15分から14時50分上映内容ペンギン物語経営創業無料相談会7月13日日曜 27日日曜10時から16時20分の間に1時間ずつ5回実施行政書士暮らしのお困りごと無料相談会7月11日金曜16時から19時19日土曜13時から16時3の丸寄せひまわり寄せ7月12日土曜15時から16時 放送大学ライブラリー講演会。7月19日土曜、14時から16時。テーマ、山下清と昭和の美術。水戸市さんの丸、1の5の38。電話、029、221の5569。ファクス、228の3583。開35館時間、火曜から金曜、9時から20時。土日祝日。 9時から17時。7月の休館日。7日、14日、22日、28日、31日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。県立図書館は除く。各館の開館時間。9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。 祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学時は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。